森田秀正に元プレミア王者が興味、来季の即戦力として可能性ある。プレミアリーグ優勝経験のあるレスターシティが、来シーズンに向けてスポルティング CP 所属のサッカー日本代表ミッドフィルダー森田秀正に強い関心を示していると A メディア BNN が報じた。元日本代表フォワード岡崎慎司が所属していた15-16シーズンにプレミアリーグを制覇したレスターだったが、昨季2部に降格していた。しかし、現在2部のチャンピオンシップでは2位と勝ち点6差の首位につけている。そして、来シーズンの一部復帰に向けて、スポルティング CP で活躍する森田に強い関心を示しているようだ。レスターは来シーズンに向けて最高レベルで競争するという野心を有しており、実際に現地時間の29日に行われたポルトガルカップのスポルティング CP 対 SL ベンフィカ戦にスカウトを派遣し森田を含めた複数選手を視察したとのこと。まあよほどヘマをこかなければレスターはプレミア復帰するし良い選択なのでは？レスターは昇格するでしょう。ただ移籍金の額が遠藤選手より高くなるでしょうから難しい交渉になるかもしれません。レスターの方が低賃金のポルトガルリーグより良いと思う。スポルティングからプレミア昇格クラブってステップアップになるんかね？難しい選択だ。プレミアで戦う姿を見てみたいけど、年齢考えるとどうなんだろうな。プレミア中位から上位でも十分やれると思うからもう一声ビッグクラブに行ってほしい気もする。CL でのプレイを目指すか、プレミアでのプレイを目指すか、難しいところ。プレミアでやれるメリットもあるけどスポルティング自体は名門で CL もあるし。毎年、CL や EL に出れるのは魅力的だけど、年齢的にも環境を変えるのはあと1、2チャンスくらいだから機会があるならプレミア行ってほしいな。森田ももう若くはないベテランの領域だから、できるだけ CL や EL に出たいなら、どう判断するか微妙だけどね。遠藤の影響もあるだろうね。日本選手の長所だと思うけど運動量や献身、チームプレイ、判断の速さ等が高い評価を得ている気がする。相方の遠藤がリバプールの主力なのも大きい。必然的に森田の評価も上がる。古代リーグの一部なら行くべきだと思う。リーグレベルが上がれば個人レベルも上がる要素は大きい。てかそもそもレスター違約金払えるんか。森田は解除金90億とかじゃなかったか？ポルトガル遊兵でしょ。日本代表ボランチがプレミアコンビは胸熱。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。